はい、ルルカです。今回はねポモ 2.0 大幅改悪発表、こちらに関してお話していこうかなと思います。多分ねこれから話す内容的に、いやそれ改悪じゃないと思う方もいると思います。ルルカもねぶっちゃけそのネタ的な部分も含めて大幅改悪って表記はしているので、まあ、ちょっとねその辺の詳細に関しては後ほどお話していきますんで、よかったら最後まで聞いていってください。皆さん知ってますか？ KDDI の回線を使うことができて、一応ね au のオンライン専用プランって形なのかな、そのポモ 2.0 が大幅改悪します、まあ、そのね改悪内容見ていこうと思うんですけど、はい、こちらデータ使い放題トッピング、これねデータ使い放題24時間税込み330円って感じでねトッピングで販売されているものになっているんだけど、こちらね一応表記的にはね24時間で表記されているんだけど、現時点ではこちらほぼ48時間利用することができます。なんでね現時点では48時間使えるのか、その辺に関しても後ほどお話しさせてもらうんですけど、とりあえず現時点ではこのデータ使い放題トッピング330円払うとほぼ48時間利用することができます。このね48時間330円ということでかなりお得だなっていうので使ってる方も多いんじゃないかなと思います。このデータ使い放題トッピングの方が解約の方されます。それが9月17日からなんですけど、ほぼ24時間になります。まあねもともと売っているのがデータ使い放題24っていうものなんで、ほぼ24時間っていうのがね、まあ、当然の部分ではあるんだけど、現時点では48時間使えたものが24時間になってしまう、まあ、半減するっていうことで、まあ、一応解約って発言させてもらったんですけれど、まあ、とりあえずねなんで48時間が24時間になってしまうのか、まあ、その辺をね詳細説明していこうと思うんですけど、こちら時計になっています。皆さんこの時計何時か分かりますか？はい、そうです、3時ですね。これ3時の時計なんですけど、現在のねポボ 2.0 のデータ使い放題トッピングの場合、例えば3時にトッピングを購入します、その場合なんですけど、翌日の23時59分までデータ使い放題を楽しむことができます。要は普通だったらね24時間だったら3時に購入していたら3時で終了するんですけど、そこからプラス21時間された23時59分まで利用することができます。これ4時に購入しても5時に購入してもそれこそね1時に購入しても終了時刻っていうのは23時59分になっています、翌日のね。でこの特性を利用すると、一番ね最大値だと、例えば12時1分にデータ使い放題トッピングを購入した場合に関してはその日の24時間、まあ、さらに翌日の12時まで使うことができるので、最大ほぼ48時間利用することができるというのが現在のデータ使い放題トッピングってものになっていたわけなんですけど、こちらの方が9月11日からなんだけど、先ほど同様ね、まあ、3時にトッピングを買った場合なんですけど、ちゃんと翌日の3時で終了します。正確に言うと2時59分かなで終了しちゃうんで、ちゃんとね24時間になりますよっていうのが発表されました。ということでこれをもって先ほどね大幅解約って話をさせてもらいました、まあ、ただしねここでね言い方気になってる方もいると思います。解約って言葉なんだけど、実際もねこちらね解約ではありません。なぜかというと、もともとこのねデータ使い放題トッピングのほぼ48時間に関しては当面の間っていう文言が書いてありました。当面の間で、これがね発表されたのがこちら2021年9月29日ということで、今がね2024年の8月になってるんで、だいたい3年ぐらい前からあるトッピングに当面って言葉があったわけなんだけど、このね当面っていうのがまだ続いていた形になっています、まあ、なんですけれど、はい、2024年9月17日でこのね当面が終了するっていう形になっています。なんで実際問題は大幅解約ではなく、長い当面の間っていうのが終了した形になっています。なのでね解約ではないんですけれど、やっぱねもう3年間も続いてるサービスになっています。このサービスをうまく利用してお得にねデータを使っていた方もいるんじゃないかなと思います。そういう人からするとかなりの痛手になるんじゃないかなっていう今回の変更点になってきます。まあそれこそなんですけど、ルルカに関しては楽天モバイル推しです。楽天モバイルだったらね使い放題で3278円で利用することできるし、あまり使わない月だったら1000円ぐらいで済んだりとか、まあ、20ギガでもね2000円ぐらいで済んだりとか、まあ、プラスねこれ電話っていうとちょっと言う人もいるんですけど、楽天リンクっていうね電話使い放題もついていたり、まあ、その他の特典もあるので結構お得じゃないかなと。しかも回線品質に関しても、まあ、さすがにね KDDI よりは落ちる部分もあるんですけど、最近ね回線品質も上がってきています。まあ、一応ねプラチナバンドもゲットしました。まあ、正確に言うとねまだ1箇所からしかね発射されていないので、プラチナバンドの恩恵を受けてる方はほぼいないんじゃないかなと思うんですけど、それ以外の部分でね十分ね繋がりやすい状態にはなりつつあります。なんでねこちらの方を進めているわけなんですけど、ただこれね3278円、これでね使い放題というのも激安にはなってくるんだけど、もっと安くねデータ使い放題を利用することができます。で、まあ、ルルカに関しては土日しか大量に使わない人向けのお得なデータ使い放題を紹介していました。まあ、それこそね平日とか働いてる日に関してはあまりネットが使えなくて休みの日だけネットを使う、そういう人に関しては、例えばなんだけど土日休みの人であれば寮に課金することによってそこからね48時間使い放題になるんで、週末使い放題を楽しむことができる。で平日に関してはほとんど使っていないので、それこそ格安シムみたいなね安いものを契約したりとか、ほぼ 2.0 にも安いトッピングはあったりとかするので、まあ、その辺で平日に関してはしのいでデータ使い放題、週末だけだったらそれこそね330円×4、要は1ヶ月間を4週って考えると土日、まあ、2日間だけネット使い放題だったら330円を4回課金するだけでいいので月額1320円、まあ、これにねそれこそ格安 SIM とかの1000円ぐらいのプランに入ったとしても、まあ、2320円ぐらいで実質的にね、まあ、普段平日はあまり使えないっていうのが前提にはなるんですけれど、データ使い放題を楽しむことができる。それこそね au だったりドコモだってソフトバンクの高いねデータ使い放題みたいなのが入ったとしても、土日だったりとか休みは使うんだけど平日はあまり使わないって人結構いると思うんですよね。そういう人
からしたらかなり安くデータ使うと楽しむことができる。それこそ楽天モバイルよりも使い方次第でお得に利用することができる。ということでこんなね使い方をお勧めしていたわけなんですけれど、9月17日以降に関しては週末だけ使ったとしても、まあ週末ね2日間使った場合に関しては単純に料金が倍になります。2640円、まあ、これでもねプラス格安 SIM のね1000円ぐらいのものに入ったとすれば3600円ぐらいでね、ある意味データ使い放題を楽しむことができるので十分お得といえばお得なわけなんですけれど、1300円ぐらいですか実質料金が上がるというのは痛いんじゃないかなと思います。それこそこうやってね料金のが上がってしまうのであれば、はい、先ほどもね出てきた平日に関しては働いていたりとかするからあまり使うことができない、まあなんだけど土日はサブスクとか使ってヤッホーしたいよっていう方とかに関しても、まあ仕事終わりとかでもご飯食べる際に YouTube とか見たいな、まあなんですけどやっぱデータちょっとね格安 SIM とかだと使えないから我慢しようかなと思っていた人たちとかに関しても、まあ楽天モバイルだったら抑えてね安く使うこともできれば3278円払ってしまえば使い放題なんで、今まで我慢していた部分に関しても使い放題を楽しむことができるっていうことで、まあ楽天モバイルに、ね、移ろうかなと思う人がいなくはないかもしれないですね。というかまあルルカ的にも先ほど言った土日だけねこうやって使うと楽天モバイルよりお得だよみたいなことに関してはお勧めできない形になるんじゃないかなと思います。で、まあ、ここからね雑談的な話になるんですけど、はい、こちらねポボ 2.0 の公式サイトになっています。ポボ 2.0 の公式サイトではだいたいこんな感じ、今だけトッピングってものを販売しています。通常のトッピングの他に期間限定でいろんなトッピングを販売してるんだけど、だいたいね大型連休の前とかになるとデータ使い放題系のトッピングを出してくるんですよね。でただしこのデータ使い放題系のトッピングは全然お得じゃないんですよ現時点では。これどういうことかというと、期間限定データ使い放題7日間1800円って記載されています。7日間で1800円で利用することができる、まあ、単純計算にはなるわけなんですけれど、データトッピングって330円で24時間で販売しています。ってことで単純計算だと 330×7 ってことで2310円します。なので2310円が1800円になりますよ、お得だよっていうトッピングになってくるわけなんですけど、ちょっとね勘のいい方だったら気づくと思うんですけど、てかまあみんな気づいてると思うんだけど、現時点のポボ 2.0 に関してはデータ使い放題がほぼ48時間利用することができます。なので実際問題4日分課金することによって8日間ねデータ使い放題を利用することができます。そうなってくると1320円で8日間データ使い放題楽しめるんですよ現時点では。なのにもかかわらず期間限定として7日間1800円というのが出てきてお得かのように出てくるんですよね。ほぼ48時間利用することができると知らない方からするとお得に感じるかもしれないけど、その辺を知ってる人からするとこんなの出されても全然お得じゃないと思っちゃうじゃんっていう矛盾っていうものがねずっと出ていたんですよね。なんだけど今回この当面の間の48時間っていうのがなくなったことによって、ポボ 2.0 としてはこういうね期間限定のデータ使い放題の長期版ですか、長めのやつっていうのに関してお得感を出して販売することができるようになってくるんじゃないかなと思います。その他にもね大容量系を安く売るみたいなのも今ポボ 2.0 やってるので、さっき言ったその24時間っていうのがね48時間使えるデータトッピングがあると、まあそれがあれば別に大容量買わなくてもいいなみたいな、使いたい時にそれをトッピング使えばいいやみたいな、トッピングを買わない人も出てくると思うんですけど、まあ、今回のねこの48時間が24時間になったことによって、まあそれだったら自分が使いたい時に使えるような感じの大容量買おうかなみたいな、まあその他のプランとかに関しても売りたいなっていうところで今回ねこの止めないだっていうのをね解いたんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はポボ 2.0 の大幅解約発表ということでお話のをさせていただきました。まあ先ほども言った通り、まあ、解約ではなくて当面の間が終了するって形になってるんで、まあ、このねタイトル自体が多いって感じになると思うんですけど、よろしければ皆さんのねほぼ48時間使い放題だったのが24時間になった件とかに関して思うところがあったらコメントで教えていただけたらなと思います。今後もポボ 2.0 のお話はもちろんなんですけど、その他ね楽天モバイルだったりとか他のキャリアさんのお話とかいろいろとね動画のようにしていこうと思いますんで、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントのお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。